はい、酒好きな、俺の飲酒動画。酒好きな新潟人の飲酒動画。今回はですね、キリンの淡麗生をですね、チーン、お葬式。とうとう、あと一週間足らずでですね、このキリンの淡麗生が、日本から消滅する日が、やってまいります。4月。4月以降ですね。キリンの淡麗生が、キリン淡麗生、極上になると。フルリニューアルということで。でですね。まずくなった。ですね。はい。まずくなってしまった。ということで。それをですね。まあ、惜しんで、今日ですね、6巻。まあ、これまだ売ってたんで、6巻セットのやつ買ってきて、今日でね、悲しみながら、これを飲んでいきたいと思います。それじゃあ乾杯。残念だね。まあ、飲むだけの動画です。うん。やっぱね、発泡酒でね、一番美味しかった。今日のつまみは、じゃん。焼き鳥の、これは、あれですね。なんだ。レバー。一番美味しかったんだけどね。何なんだ、キリン。ふざけるなよ。本当に。発泡酒で、あと今残ってる発泡酒って。なんかあったっけ発泡酒って今あと売ってるやつ。まあ、あの、70% オフとかのグリーンラベルとかを除いて、言うと、発泡酒。発泡酒ね、かなり少ないんじゃない？ 2、3種類しかないんじゃないかな。もう発泡酒がこれなくなっちゃうと、もう第3のビールとほぼ味が変わんないので、となるともうそれしかない。もうこれ、うん。発泡酒自体が、まあ飲まなくなるね。間違いなく。発泡酒が、朝日のドラフト。朝日本生ドラフトってやつね。赤いやつです。赤いラベルのやつ。うん。これがあるのか。これ、と、あと割とまともなやつだと、うん。朝日だとこの本生ドラフト。札幌は？
ミスった。ミスった、ミスった。俺あんまり泡立てたくないんだけどね。ちょっとあんまり冷えてなかったか。発泡酒がね、札幌は、北海道生搾り。これですね。北海道生搾り。北海道生搾り。札幌はこれだけしかないのか。あ、一応あるけどあれなのか。で、サントリーは？北海道生搾りもまあそれなりに美味しいとは思うんだけど。ねえ。サントリーが、あ、発泡酒ほぼないね。なんだこれ、ラドラーって。すっきり甘い。これ飲んだことないな。ああ。レモン風味のビールテイストだって。あと、プレシャス。これも飲んだことない。4月7日に、ついに誕生だって。北海道限定発売。あ、じゃねえわ。サントリーはなし。なし。で、キリンが？でもね、極上はね、淡麗の極上、キリン淡麗極上はね、一応ね、二ちゃんのスレで見たところによると、まずいっていう人もいれば、うまいっていう人もいるみたいです。まあ、まずいっていう人が、だいたい全体の4割ぐらい。で、まずいっていう人が6割か。6割で、うまいっていう人が4割ぐらい。ぽいですね。うん。で、キリンが、まあ、極上生に変わったやつだけとか。だから、1、2、3。3種類しかなくなるわけですね。今後はね。結局ね。おぉ。ああ。安酒の、ね、良さが、なくなるのか。また一つ安酒の、美味しい安酒が、なくなってしまうのか。悲しい。悲しいですな。淡麗ね。あー、グリーンラベルとかにするか。でも、グリーンラベルとか糖質がオフされてるのがあんまり美味しくないんだよね。うん、やっぱね、ビールって甘さも重要なんだよ、やっぱり。甘さの部分に美味しさが、うまさが、旨味があるからね、やっぱりね、それが重要なんですよ。
キリンのこの淡麗生は結構甘めなんですよ。うん。だからね、うん。結構美味しい。その甘さがまたいいんだな。ああ、もう発泡酒はもうほとんど飲むやつなくなったな。うん。仕方ない。うん。うん、もうあれかな、ビールかな。ビールだな。もう生ビールにこう移行するか。もういや、むしろそれが戦略かもしれない。キリンの戦略として発泡酒がまずくなったんで、さてどうするかとなると、まあ新ジャンルの方、第三のビールに移行するか、もしくはビールの方に、生ビールの方に移行するかですよね。うん、まあキリンでうまい第三のビールっていうのは、俺の個人的に言うと、まあキリンだと喉越し生と炭切りと濃い味っていうのがあるんですけど、俺は炭切りが好きなんで、これ美味しいですよね。炭切りはキリンの傑作だと思うね。かなり美味しい。うん。かなり美味しいですよね、炭切りね。皆さんどうですか、炭切り。第3のビール。売り上げって、ランキング的な意味で、どうなんでしょう。今度あれ、第三のビールの飲み比べでもする？もう。第三のビールの飲み比べか、結構多いな。まあ、主要なやつだけで行くとなると、金麦と麦とホップと炭切りと、そんぐらいか。あ、クリアアサヒ。こんなもんか。第三のビールで、金麦。まあ、通年売られてるメジャーなやつとして、金麦と、喉越し生と、そして、麦とホップザ・ゴールドと、うん。あと、炭切りと、クリアサヒ。この5種類ぐらいか。うん。多分そんなもんだよね。キリンが炭切りと、
あとなんだ、キリンが、喉越し生か。キリンが炭切りと喉越し生でしょ。で、サントリーが、今度第3のビールの飲み比べするか。第3、サントリーが金麦と、クリアラベルってなんだ？金麦クリアラベル。これ前飲んだっけ？ああ、なんか飲んだ気がするな。金麦と、金麦ぐらい。ジョッキ生俺飲みたくねえんだけどな、これ。まずいから。もうジョッキ生はもう見るからにまずいってのはもうわかるわ。サントリー金麦だけでいいな。キリン。サントリーはあのジョッキ生はいらん。金麦だけでいいわ。で、あ、キリンが喉越し生と炭切りで、で、金麦でしょ？で、だから、あと、札幌。札幌ビール。3本。札幌が麦とホップでしょ。麦とホップでドラフトはまあクソまずいのでこれダメ。麦とホップ、とあとなんだホワイトベルグもうまいんだよな。ホワイトベルグにしようか。ホワイトベルグ。この5つぐらいかな。5つぐらいちょっと飲み比べする？ちょっとホワイトベルグはちょっとあれ雰囲気っていうか、あの味多分結構違うやつだけどね。部門としてはあんまり、ホワイトベルグってあんまりあれなのかな。まあ、4種類か5種類ぐらいの、第3のビールで、ね、やりましょうか。飲み比べ。多分俺は、キリンの炭切りが一番うまいと思うな。多分。よし、とりあえずね、2缶いただきましたんで、まあどうしよう。まあとりあえずこの後あれだな、生放送でやるか。生放送でちょっとキリンのね、淡麗生お葬式チーン終了、キリン淡麗生終了のお知らせをね、あの皆さんに届けたいと思います。それではね、ごちそうさまでした。キリン淡麗生
俺の発泡酒ライフがね、今まで発泡酒ライフをありがとう、そしてさようなら、俺の発泡酒ライフさようなら、ご視聴ありがとうございました。